皆さんおはようございます。今日は令和3年6月15日、6月も半分にね、ちょうどなって、まあ昨日は夜雨が降ってたので、まあ清々しい朝が晴れていい朝だなというわけで、朝という感じ、これを思い浮かべてもらいたいんだけど、朝っていう感じは何と何の組み合わせだって、その部分部分で、組み合わされているのが全て、漢字であると。朝はまず十を書いて、火を書いて十、そして、作りに月と書くと、といったことは何と同じかと、と月10日がこの中に、この漢字に含まれていると思っていいわけだ。と月10日っつうのは何だということは、それは人間のね、胎児が母親のお腹の中で、成長する期間がと月10日であると。じゃあ朝一番最初に俺たちは何をしなきゃいけねえんだんべえと、よく考えてもらいて。そう、朝っつうのは生まれ変わるとは言わねえか、また生まれるでいいんかね。まあいろんな考え方ができるんで、ここはどんな考えも否定しないとね。生まれるということとすると、と月10日っていうことは、と月10日が毎日来ると、と月10日目にちょうど生まれるということは、朝は毎日生まれる、毎日生まれ変わると言ってもいいんじゃないかなと。ということは、この命を授かるということは誰に感謝しなきゃいけないということを考えると、それはまず、自分の父親母親がいねえと、その自分は生まれなかったわけで、でまたそのじいさんばあさん、これは二人にいる、 2N の2乗でどんどん人を、自分の先祖が増えていくわけで、ね、ということで、朝は誰かに感謝しなきゃいけないということで朝が始まるということです。